YouTube ご覧の皆様、いやここはすごいですよ。日立牛の奥地しゃもローズポーク、いやいろいろ扱って、奥地しゃもの生も扱ってってもかな、これすごいですよ。生普通は扱えないです。いやすごいですね、本気ですね。いや朝礼やってるのやばいですね社長。やっぱりうちのジョンソンにも言ったんですよ、朝礼やってる会社じゃないと一流になれないって。いやうちのこのジョンちゃんの店も昨日から朝礼 やってんですよ。はい、やっと昨日からスタートですよ5周年を迎えて。でも5年やれるって社長すごいですよね。すごいな社長、すごいですよ。これだけやってんのはすごいですよ社長。やばいですよ、一流すぐ分かりますよこれ、一流だって。いや本気。あ、純ちゃんここ奥地しゃも生で売ってるって、うん、社長すごいですよ。奥地しゃも生って入んないんですよ、入んないんです。だから俺純から聞いて嘘だって言ったんですよ、生は入んねえからって。奥地の生は入んねえことなんで、農協が入れてくんねえですよそれ絶対に。俺も詳しいでしょ社長。だから俺すげえなって言ったの。それはここか、この肉の揃い見て今外行って、あれ奥地しゃもの看板あって、あれここかなと思ったんで今言ってっとこう。道理で道理で、それで今連れてきたのか俺を。なんだよ、何も言わないで連れてくるから分かんないんですよ。奥地しゃもの生はないよジョンちゃん、すごいよ、すごいよ。つなぎもとレバーも使わせていただいて、ああちょっとドキドキしちゃうな。いやお口の生なんてドキドキしちゃうじゃん。いや焼き鳥屋だったらびっくりだよマジで。焼き鳥屋だったらびっくりなんですよ本当に。お口はもうレトしか入んなくて、バードランドの銀座のバードランド、はい、あそこしか入れないんですよ。はい、一緒に。そうですよね。はい。はい。だからプレミアムになるじゃん、あのバードランド自体が。ほんで奥地社もね賞取ってね。やっぱり一緒に有名な、やっぱりそうやって育てて、ブランドも育てて、自分も一緒に育てて理想ですもんね。はい、それはもう理想です。ああ、いずれ食わしていた、あ、詳しくないですか。うちの弟子はうまそうだなって、ボスに食わしてなって買ってくれるんですよ社長。いや優しいでしょ、息子みたいでしょ。やっぱ息子みたく感じるよね、年は近いんだけど。